この世界、テルカリュミレース、大地と海がどこまで続くのか知る人はいない。なぜなら世界にうごめく魔物たちに比べ人はあまりにも弱い。我々の住む町を守る結界、我々は己を守るためにその中で生きながらえている。それをなす核となるブラスティ、世界に満ちた根源たる力エアルを使い、ブラスティアは火、水、光、繁栄に必要なありとあらゆるものを今日まで我々に与え続けてきた。やがていつの日か結界の向こうに凶暴な魔物が生息することも我々は忘れてしまうのだろう。繁栄と成長を続ける世界、全ての人々のための平和、ブラスティアの恩恵によりさらなる発展を遂げていくだろう。なぜこの町の結界はどうなっているんだ。平和の礎であるテイとザーフィアスより願う、世界が穏やかであるように。でかい声出してどうしたんだ、テッド。あれほら、アクエブラスティアがまた壊れちゃったよ。さっき修理してもらったばっかりなのに。なんだよ、厄介事なら騎士団に任せとけって。そのためにいいんだから。下町のために動いちゃくれないよ、騎士団なんか。世話好きのフレンがいいんだろ。もうフレンには頼みに行ったよ。でも会わせてもらえなかったの。はあ、俺フレンの代わりか。いいから早く来て、人手が足りないんだ。テッド、テッド、降りてきなさい。あんたも手伝うのよ。ちょっと待ってよ。もうユーリのバカ。騒ぎがあったらすっ飛んでくるやつなのに。あの調子じゃ魚しか住めない町になっちまうな。제국수도자피아스뭐야개가담피고있는데何としても止めるんじゃ。
なんだ、どでかい宝物でも沈んでんのか。ああ、でも有利には分けてやんねえよ。運が遅かったから。氷が飲み込んで。せちがらいのな。そう、せちがらい世の中なんだよ。ブラスティア修理を頼んだ貴族の魔導士様もいい加減な修理しかしてくんないしな。やっと顔出しおったか。じいさん、水遊びはほどほどにしとけ。もう若くねえんだから。その水遊びをこれからお前さんもするんじゃよ。あ、ごめん。ハンクス爺さん、頑張ってるな。責任感じてんのさ、修理代。先頭だって集めてたの爺さんだから。その結果がどうか。けど魔導士が手抜き修理するのは爺さんの責任じゃねえよ。まあな、爺さんもばあさんの形見まで手放して金を工面したってのに。おい、ユリ、メジダーネなら近づくな。危ないぞ。じいさん、コア見なかったか。ブラスティアの真ん中で光るやつ。おう、主人公が並ばんと。あんで、くずりんど。ああ、コアがなければブラスティアは動かないってのにな。最後にブラスティア触ったのは、修理に来た貴族様だよな。ああ、モルディオさんじゃよ。貴族街に住んでんのか。そうじゃよ。俺もういいから、ユリもみんなを手伝わんか。悪いじいさん、用事を思い出したんで行くわ。待て、待たんか。まさかモルディオさんのところへ行くのではあるまいな。貴族様の町に、これがあんな息詰まって気分悪くなるとこ、用事があっても行かねって。ボディブラスティアで技を使えるからって無茶だけはするんじゃないぞ。また無茶せんといいが。どうでしょうね、あいつ下町のことだといつも無茶します。おかげで騎士団に目をつけられおって。まあ、いつものことですから。どんどんね、ここはね、できますよ。無処理때문에아무리맞나요。おい、聞いたか。맞는거같네。下町のブラスティアの件。はい、故障したのを直そうと修理費を集めたとかで。ああ、連中宝物まで売って金を工面したらしいぞ。宝物ですか。どうせガラクタだよ、ガラクタ。イチガルドにもなりゃしない。イチガルドのもや、どんや。そりゃどんな宝物なんですかね。一度見てみたいもんです。だからガラクタなんだよ。あんなに言いたい放題じゃハンクス爺さんも刀なしだな。あ、確かにガラクタだけどさ。おう、おほほほ、正確한데、こんな잘맞히는데。だ、あ、う。ガラクタの価値もわからねえなら、お前らはガラクタ以下だよ。や、병사가아무리그래도돌한방에쓰러지다니。ラピード、終えるか。ここもコアやられてやがる。これは随分と手が悪いな。あ、コアがだ각각어디장소에하나씩있나보네。さすが貴族様の町。コアの一つや二つじゃ誰一人騒がねえときたか。ああ。下町はコア一つでお祭り騒ぎってのに、余ってるなら下町によこせってんだよ。みっけ。
か。相変わらず貴族様は優雅なもんだ。うん、すぐそこの下町で起こった事件なんか関係ねえと思ってんだろうな。自分に害がないと興味も示さない。家でかくしたり身なり良くしたりする前にもっと貴族らしい器のでかさを見せてほしいもんだぜ。はあ、ここか。なんか人の気配がしねえな。他に入り口はねえのかな。この家のどこかにモルディオが潜んでやがるはずなんだが。あいつは。薬だ。よし、お宝発見。お前、モルディオだな。バイバイバイ、떠는것봐。뭐야。よし、よくやった、ラピード。なんだよ、コアがねえぞ。コアを取り返して、一発ぶん殴ってやろうぜ。おる。헐사와기と聞いて来てみれば貴様なのであるか、ユーリ。ついに食えなくなって貴族の家に泥棒とは、貴様も落ちたものなのだ。なんだ、デコとボコか。ボコじゃないのだ。逃げようとしてもそうはいかないのだ。야마차또도망가잖아잡아야돼逃げてるように見えるか。はあ、だから出世を見逃すのか。なんという暴言か。取り消すのである。この方が手っ取り早くていいか。자전투네처음전투다手抜きすぎたか。원래シナリオ상이렇게되는건가。馬車はもう無理だな。さすがシュバーン隊、こんな下民一人捕まえられないとは無能だね。これはキノール隊長、とても見苦しいところである。君たちのような生まれの卑しいヘナチョコ隊、騎士団にはいらないんだよ。シュバン隊長にはご内密に お願いします。逃げたのがブラスティア泥棒なら、逃がしたのは税金泥棒かよ。しょうがねえな。飼い犬にも見放されるとは、これは傑作なのである。毎度毎度忙しいね、ユーリ・ローウェル君。僕も忙しいけど、ちょっとだけ遊んであげるよ。僕のキュモール隊がね。お前らがそうだからフレンが苦労するんだよ。あんな成り上がりの小隊長には苦労がお似合いだよ。뭐야또예를들어간다고?終わったらいつものように独房にぶち込んでおいてくれよ。10日も入れれば反省するだろうから。ねえ、その例の盗賊が難攻不落の貴族の館からすんごいお宝を盗んだわけよ。知ってるよ、盗賊も捕まった、盗品も戻ってきただろ。にゃえ、そこは貴族のメンツが邪魔をしてってやつでな。ボコのここだけの話な、執
刻の翼が目の色変えてアジトを探してんのよ。例の盗賊ギルドか。うん、おとなしくしてろ。もうすぐ食事だ。うん。そろそろじっとしてるのも疲れる頃でしょうよ、お隣さん。そういう嘘自分で考えんのか。おっさん暇だな。おっさんはひどいな。おっさん傷つくよ。それに嘘ってわけじゃないの。世界中に散らばる俺の部下たちが本当に面白いおっさんだな。じゃあの道は蛇、試しに質問してよ。何でも答えられるから。海賊ギルドが沈めたお宝か、最果ての地に住む賢人の話か、それともそうだ。それよりここを出る方法を教えてくれ。なあ、何したか知らないけど、10日もおとなしくしてれば出してもらえるでしょ。そんなに待ってたら下町が湖になっちまうよ。下町？はあ、聞いた聞いた。アクエブラスティアが壊れたそうじゃない。今頃どうなってんだかな。悪いね、その情報は持ってないわ。モルディオのやつもどうすっかな。モルディオってアスピアの学術都市の天才魔導士とオタク関係あったの？知ってるのか。お、知りたいか。知りたければそれ相応の報酬をもらわないと。学術都市アスピオの天才魔導士なんだろ。ごちそうさま。え、あ、いや、違うって。美食ギルドの長老の名だ。いや待て、そりゃあれか。ん、どこが왔나보다。뭐야。出ろ。いいところだったんですがね。早くしろ。騎士団長アレクセイがなんで。ノート。騎士団長直々なんておっさん何者だよ。女神像の下。どうしたの。何をしている。はいはい、ただ今行きますって。そりゃ抜け出す方法知りたいとは言ったけどな。マジで開くのな。相変わらずのザル警備かよ。これなら抜け出せっけど、脱獄罪の上乗せは勘弁だな。下町の様子を見に行くだけなら朝までに戻ってこられるか。女神像ってのも試す価値はありそうだ。うん、いや、テン、그건확인하기가쉽지가않。何者だ。おい、チェン、見つかった。나아무것도안했는데걸려。어이しばらく眠っててくれよ。피하는게。俺以上罪状増やしたくねえけど、見つかっ、없는데。うろちょろしてる敵には気をつけないとな。어이뭐야저건또。もうお戻りください。今は戻れません。これはあなたのためなのですよ。例の件につきましては我々が責任を持って小隊長に伝えておきますので。そう言ってあなた方は何もしてくれなかったではありませんか。それ以上近づかないでください。おやめになられた方がお怪我をなさいますよ。剣の扱いは心得ています。致し方ありませんね。手荒な真似はしたくありませんでした。公主や公主。おい、いたぞ、こっちだ。お願いします、行
かせてください。どうしてもフレンに伝えなければならないことが。フレンだって？フレン、私を助けに。誰？貴様、何者だ？뭐야갑자기전투야ったく、こっそりのはずがいきなり厄介事かよ。こいつブラスティアを持ってるのか。아니야二人でかかれば問題ない。나아니라고내가뭘가져最近の騎士団じゃエスコートの仕方も教えてくんないのか。えい、な、何すんだ。だってあなたお城の人じゃないですよね。そう見えないってんならそれはまた光栄だな。ユーリ・ローエル・タカだ。不届きな脱走者め、逃げ出したのは分かっているのである。チン、またあいつらか。もう牢屋に戻る意味なくなっちまったよ。バカモン、声が小さい。ルブラン小隊長は声でかすぎて耳が。ユーリ・ローウェル、もしかしてフレンのお友達の？ああ、そうだけど。なら以前は騎士団にいた方なんですよね。ほんの少しだけだけどな。それフレンに聞いたの？はい。あいつにも城の中にそんな話する相手いたんだな。あのユーリさん、フレンのことでお話が。ちょい待った、あんた一体何なんだ。フレンの知り合いなのは分かったけど、どうして騎士団に追われてんだよ。こっちだ。事情も聞きたいけど、お互いのんびりしてらんないな。まずはフレンのところに案内すればいいか。はい。行くぞ。この辺りだったような。もうあんたの立ってるそこがフレンの部屋だろ。やけに片付いてるな。こりゃフレンのやつどっかに遠出かもな。そんな、間に合わなかった。で、一体どんな悪さやらかしたんだ。どうして？私何も悪いことなんてしません。なのに騎士に追い回されるのか。常識じゃ測れねえな、城の中は。あの、ユーリさん。なんだよ、急に。詳しいことは言えませんけど、フレンの身が危険なんです。私、それをフレンに伝えに行きたいんです。行きたきゃ行けばいいんじゃないのか。それは俺にも急ぎの事情があってね。外が落ち着いたら下町に戻りたいんだよ。だったらお願いします。私も連れて行ってください。今の私にはフレン以外に頼れる人がいないんです。せめてお城の外までお願いします。助けてください。訳ありなのは分かったから、せめて名前くらい聞かせてくんない？どこだった？이게뭐야？딱봐도와땅처럼보이네。俺の刃の餌になれ。うん？もや。ノックぐらいしろよな。俺はザギ。お前を殺す男の名、覚えておけ。死ね、フレンシーボ。フレン아닌데な。もや。いい感じだ。はあ、何がだよ。こっちはちっともよくねえよ。いいな、その余裕も。
さあ上がってきた上がってきた、いい感じじゃないか。急に変わりやがったな。私もお手伝いします。체력이는채우죠아줌마でも아이이ぜ何人でもかかってこい。無理しねえでヤバくなったら引けよ。자내가죽을것같은데簡単に終わらせないでくれよ。こんな戦いは久しぶりなんだからな。だから人違い。待て。相手完璧に間違ってるぜ。仕事はもっと丁寧にやんな。この人はフレンじゃありません。そんな些細なことはどうでもいい。さあ続きをやるぞ。そりゃどういう理屈だよ。たくフレンもとんでもねえのに狙われてんな。ザギ引き上げだ。こっちのミスで騎士団に気づかれた。あい貴様俺の邪魔をするな。まだ上り詰めちゃいない。騎士団が来る前に行くぞ。今日で楽しみを終わりにしたいのか。ここもゆっくりできねえのな。女神像の話にかけてさっさと追いとまするか。あのユーリさん。分かったよ。ひとまず城の外までは一緒だ。はい、あの私エステリーゼって言います。じゃあエステリーゼ急ぐぞ。待ってください、ドア直さないと。もう애들이こんなことしてる場合じゃねえだろ。おい、でも밥제이 TV 님추천감사합니다。아밥제이 TV 님어서오세요。네문까지고쳐줘야돼。오라요빨리빨리가야지。가자가자。하이엣さっきの連中のせいか。これ俺のせいとかになってねえよな。怪我人が出てなければいいけど。騎士団も自分たちの身くらいはちゃんと守ってんだろう。そうですね。ユーリ・ドーウェル。ルブランだ。どこに逃げよった。彼はユーリマンチャージ。元気なの来たぞ。この声ルブランだな。あのお知り合いなんですか。まちょっと前にな。あとそんなことより急ぐぞ。왜왜왜또目立つ格好もどうにかした方がいいな。着替えならこの先の私の部屋に行けば。んじゃそれで行こう。いや、그래、네방가면어요。아이쪽이구나。ここが私の部屋です。着替えてきますので。공주야？공주아닌가？わかった。手短にな。아직까지위치는안나왔어。공주인지어아닌지。おじ念のため。心外だな、覗くわけないだろう。フレンから会ったら用心するようにって言われてますから。余計なこと吹き込みやがって。お待たせしました。あの、おかしいです。いや、似合ってねえなと思って。いや、외출복인데외출복치고는 겁내막옷이나니これよろしくって意味です。뭐주는데아악수하자고나뭐주는줄알았는데んじゃ行くぜ。はい。これ
この像に何かあるんです？秘密があるんだと。秘密って言っても特別何も変わったものでは。動かしたら秘密の抜け穴があるとかな。まさか。やってみる価値はあんじゃねえの。え、本当に。うわ、本当にありやがった。もしかしてここから外に。保証はない。俺は行くけど、どうする？行きます。なかなか勇気のある決断だ。しかしあのおっさんマジかよ。見た目通りうさんくせえな。どうした？やっぱりやめんの？いえ、で、怪我してます。ちょっと見せてください。ん？ああ、悪い。綺麗なブラスティアだと思ったら、つい手が。本当にそれだけです？本当にそれだけ。って。いえ、これくらい。ほら、行くぞ。こんなところにも魔物が嫌がるのな。魔物、あれが。見たことないか？あの、じゃあちょっと片付けますか。キタチ、ユリさん、前からも。ち、厄介だな。油断は禁物です。武器もあの。させー。ま、こんなもんか。いっぺんに襲われた時はどうなるかと思いました。敵は括弧撃破が戦闘の基本だけど、たまにはこういうのもある。そうなんです。じゃあ気をつけて進んだ方がいいですね。少ない敵を相手にして確実に倒すか、いっぺんに多くの敵をなぎ倒すか。ユーリさんはどっちなんですか？どっちでもいいだろう。さあ、急ぐぜ。ちょっと、待ってください。まぶし。もう朝かよ。貴族街に繋がってんのか。窓から見るのと全然違って見えます。そりゃ大げさだな。城の外に来るのが初めてみたいに聞こえるぞ。それは、ま、お城に住むお嬢様ともなれば好き勝手に出歩けないか。はい、そうなんです。ま、とりあえず脱出成功ってことで。あの、何か間違えました？いや、別にな。で、エステリーゼこれからどうすんの？フレンを追います。行き先知ってんのか？先日、騎士の巡礼に出ると話していましたから。ああ、あれか。帝国の町を回って善行を積んでこいってやつ。はい、だから花の町ハルルを目指します。騎士の巡礼では最初にハルルへ行くのが習わしですから。となると結界の外が。ユーリさんは結界の外を旅したことあります？少しの間だけならな。興味はあるけど下町を留守にするわけにはいかないしね。俺も下町に戻るから、町の出口まで案内するよ。ありがとうございます。そこの脱獄者、待つのである。こ
ここが年貢の納め時なのだ。バッカモン、能書きはいいからさっさと取り押さえるのだ。どうしましょう。なもん、どまがいじこうすんに決まってんだろ。あいこ下町に逃げるぞ。おい、ユーリ、どこに行っとったんじゃ。ちょいとお城に招待受けて優雅なひとときを満喫してた。何をのんきな。その娘さんは。こんにちは、エステリーゼと申します。いや、こりゃご丁寧に。いや、それよりも騎士団じゃよ。分数の고쳤나보네。下町の山上には目もくれずお前さんを探しておったぞ。やはり騎士団と揉めたんじゃな。ま、そんなとこだ。ラピードは戻ってるか。うん、何か袋を加えておったようじゃが。その袋はお前さんの部屋に置いてあるはずじゃよ。なら後で取りに行って振ってみな。いい音するぜ。モルディオも楽しんでた。モルディオさんに会ったのか。当人は逃げちまったけどな。アスピオって町の有名人らしいんだ。逃げた、ということはやはりわしら騙されて。ああ、家も空き家だったし、貴族って肩書きも怪しいな。アクエブラスティアも水漏れ通り越して止まっちまったみたいだな。うん、怖がなくてどうにも動かん。残りの水でしばらくは大丈夫だよな。うん、じゃが長くはもたんよ。あとは腹壊すのを承知で川の水を飲むしかないのかの。騎士団は何もしてくれねえし、やっぱ泥棒本人からコア取り戻すしかねえな。まさかモルディオを追いかけて結界の外に出るつもりか。心配すんなよ。ちょっくら行ってすぐに戻ってくっから。誰が心配なんぞするか。ちょうどいい機会じゃ。しばらく帰ってこんでいい。はあ、なんだよそれ。お前さんがいなくてもわしらちゃんとやっていける。前にフレンも言っておったぞ。ユーリはいつまで今の生活を続けるつもりなのかとな。余計なお世話だっての。ユーリ・ドーエル、よくも可愛い部下を二人も。ま、こういう事情もあるからしばらく留守にするわ。やれやれ、いつもいつも騒がしいやつだな。これで金の件に関しては貸し借りなしじゃぞ。年がいもなくはしゃいでぽっくり行くなよ。お前さんこそのたれ死ぬんじゃないぞ。あ、待ってください。おじいさん、私も行きます。あやつの面倒を見るのは苦労も多いじゃろうが、お嬢さんも気をつけてな。はい、ありがとうございます。騎士様、噴水はいつ治るんですかい。騎士だよ、かっこいい。はーい、はーい。馬車の入れ場を探しても入れ場を探しても通れんではないか。公務の妨害をするでない。おやじ、これ道しか書いてねえじゃん。仕方ないだろう。普通の人は町を離れないし、それでも作りはマシな方だよ。空白は自分で書き込んでいってくれ。まずは地図にある北のデイドン砦に行くといい。行くよ。オーケー。ユーリさんは皆さんにとても愛されてるんですね。冗談言うなよ。厄介払いができて嬉しいだけだろう。おい、誰だよ金まで入れたの。こん
なの受け取れるか。いい、待てー、どけー。げ、しょうがねえ、一旦もらっとくか。おう、チャンガル、チャンガル、チャンガル、많이먹네뭐야저나나니것도다라피드狙ってたろ。美味しいやつだな。犬？じゃ、まずは北のデイドン砦だな。あ、はい。どこまで一緒かわかんねえけど、ま、よろしくな、エステル。はい。あれ？エステル？エステル？エステル？こちらこそ、よろしくお願いします、ユーリ。しばらく留守にするぜ。行ってきます。